キチャンネル。うちょ。さあ今回はプロスペースコラボ企画大発表会。斉藤和美さんとジージー佐藤で3人でプロスペースコラボ企画ということで、まずは今期の前半戦を振り返るっていう、プロスピのことを一切話さないっていう振り返るんですか？振り返れんの？いや、まずこの里崎チャンネルですか、ここが、はい、このスタジオですよね、はい、来れて嬉しいです、はい、ずっと憧れてたんで。そうなの？ああ、里崎さんの匂いがする来たかったんです、ここに。ありがとうございます、今日は。やってこれました。でもまだあれだよ、あのイレギュラーなバージョンだから、ね、コラボだから。これはまあ完全に呼ばれてないですね、うん、はい。最近プロスビやってんの？やってますよ、ずっとやってますよ。そうなの？休みなくやってますよ。無課金で？無課金で、もちろん、うん、もちろん。もう課金してる？今たまにしてます、うん、この前だ誰だっけな、あれ、あとあの伊藤ひ、あ、伊藤ひろみ取りたくて、うん、3万円ぐらい使いました。取れた？で、取れた？出たから、全部全部出なかった。甘い？甘い。天井行ったら勝ちでやればいいじゃん。あ、天井行ったら逆に勝ちってことですか？うん、あー、もう2万で出ちゃったよみたいな。そっちっすか？そっちで、わかりました。やります。やるの？伊藤博美でやってみようかな。伊藤博美出るまで。いいよ、はい、今やればいい。あ、今やろうよ。趣旨変わってきます。いいよ、今やろうよ。そんな時間かからないよ。携帯だし。なんでこの展開ですか？まあまあやりましょう、一回やりましょう、もう出しちゃいますよ、一発で。でも S 確定だからね、一発目から。 S は確定だけど、12球団誰来るか分かんないから。 S か、あ、来た来た。そう、あと何枚引きかだね。さあ来い。あー、これは1枚引きだね。来い、打っていいよ、うん、飛んでいいよ。ピロロン、ピロン、はい、来た。マルテ、やっぱ最後だよ。最後、間違いない。荒木、だから伊藤博美がどれだけ欲しいかの念が入るかどうか。来い伊藤、来い、マジ来い。浅村、伊藤、伊藤まさしく来い。はい、お、石川、石川、いいじゃん、いいじゃん。パワーカーブ、パワーカーブ、いいじゃん、いいじゃん。はい、ありがとうございます、うん、じゃこれで絡めましょうか。おいおいおいはい、マジでやるんすか？3回は行こうよ。オッケーオッケー、1チーム確定になるからね、3回は。もう巻きでいきますよ。いや、もうゆっくり行こう。だって途中、だって調子くんから。赤、赤。あ、すいません。ああ。打ってくれ。これはもう S 出へんな。S 出ないこれ。うん。もぎ。はい。最初に誰これ？最初に知らんの？サニーサイド、サニーサイド知らないです。サニーサイド知らない。それ事務所や。それ事務所って冷静なツッコミですね。山本、はい。あー、ライアン。さあ次自陣も確定だから。オッケー、いきます。マジで何この展開？これでハム絶対来るから、ハムが。で S とは限らないですよね。S は来る、 S 絶対。S 来るんすか？ S のハムが絶対1人当たる。それ誰来るか分かんないよ。赤来た、レインボー。これで2枚引きできるかどうかが勝負だからね。来い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 。ダメか。おし、いいぞ、打っていいぞ。ワンチャンあるんじゃん。打っていいぞ、打ったよ。それは GTM 確定してるからね。でもこれ打ったらハムの持って、よし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 、持ってない選手の中から来るから。これ来るぞ、2枚。2枚あるかも分かんないね。ないね。来い、この辺の来るとしたら。来い、ない、ね、何、はい、起きた。お、はい、石川、なんで自チームじゃないじゃないですか。いやいや、だから2枚最後2枚見る。2枚よ、誰や。来い、近藤かよ。いいじゃん、いいじゃん。GG 近藤来た。GG 近藤誕生日してます、僕と。そうなん、はい、8月9日行こうや。もうやめましょう、話趣旨変わってますって。アイナジーないから買わなきゃいけない、うん。本当にやりますよ。やれ、こっち行きましょう。お願いします。ギブギブギブ。さあということで前半戦振り返る。よし、プロ野球やってきた。西武、ソフトバンク、ロッテというところで、はいはい、今ソフトバンク首位です、うん。でもコロナで離脱、うん、怪我離脱で首位すごい、ね。3連勝ですよ、そっから連勝してる。しかも怪我人もめっちゃ多いから、うん。あれはどうなん？4億円のガルビスは。
下でも売ってないですよ。何しに来てるの？いやいや、じゃあそれは戦力として来てますけど。来てんの？カズレさんのわけじゃないしね。まあでも今のソフトバンクの好調とを維持させたのはやっぱガルビスのあの満塁ホームランですよね、開幕のね。だから1本で4億円や、だって全然やん、全然。いや、2年契約してるんで。来年見てください、来年。柳町がでかいんじゃないですか、来たの。柳町はでかい、まあ、あれはでかいっす。栗原がね、怪我した、はい、あれでかいっすね。で、上林も怪我して、はい、上林もそう、うん、で、牧原がもういろんなとこ守ってくれるから、うん、もう外野も内野もね、うんうん、でも今宮も元気だよ、今年は。今年ですね。どうしたんですか、あれ。ホームラン捨てた。そうなん、うん、振り回すのやめたんですか。ホームラン捨てたってコメントしてたの、狙ってたんやと思った。逆にね、逆にお前狙ったんかいってじゃなくてね、狙ってたんやそれ。あれじゃん、やっぱ球場狭くなってるから、うん、で、オールスター選ばれて、はい、やっぱホームラン我慢したから、うん、オールスターでホームラン狙いて、狙いていた、やっぱ狙ってたんや。あとはやっぱ今年の、まあ、今年のここまで怪我人出てるのにやっぱ好調になってるのはやっぱ又吉の存在も大きいよね。うん、又吉ね、うん、FA で取ってきて、うん、又吉、まあそうね、その森がいなくなって、ね、いなくなったっていうのは余計又吉の存在のデカさはありますよね、うんうんうん、最初だって全く点取られてなかったしね。最近ちょっとホームラン打たれてるけど、うん、でかいよね。でかい、でかいですね、うん、それはでかい、やっぱ経験ある選手がね、うん、あれで又吉がおらんかって、もうそんな経験がない浅い選手があの大事なところになっていかなくなったら、それはでかい、うん、あとやっぱ大関じゃん、大関左パワーピッチャーですね。そうですよ、だから田中正義、松本一樹がどっちかがローテーション入るかなって2人ともこけてしまって、うん、で、そこで急遽大関がそこでチャンスつかんだからね、うん、今なんて左で大関が一番安定感あるし、ローテーションも崩してないし、うん、力あるし本格派っすよね。意外とそう、150キロも速いですね。ほぼまっすぐしかないから、はい、でたまにフォークみたいな、うん、左バッターにね、ちょっと3割以上打たれてるからね、それだけですけど。あれ左が左に打たれるときは、なんでインコース投げれないときなんですか、あれ。じゃない、やっぱり、ね、インコースだってもう多分昔みたいに左がアウトコース投げるときは抑えれる時代じゃないから、ないですよね、こっち投げないと、うん、多分もう無理だよ、うん、みんな投げないからね、うん、で練習せえへんやん。左が右は右のインコースで練習するじゃないですか、うん、左は左のインコースあんまり練習しないですよね、うん、そうそう確かに、はい、外で勝負せよ、なんとかなると思ってるから、そうそうそう、はい、あ、左対左、左対左は、うん、外すら投げときゃいいだろうみたいな、うん、で、アマチュアの時にそんなインコース投げなくても抑えれるじゃん、まあまあまあ、だから抑えれるようなことしかしてないから、うん、プロ入ってきてからやりだすから多分できないんだと。なるほどね、まあ、でもこのまま優勝ですか。いや、そんな甘ないでしょ。ただ、でも楽天がなんか落ちてきますね、ちょっとね、バタバタしてくれてるから助かってるところありますけどね、フォ、うんうん、ークスは、うんうん、でもじわじわ西武来てるでしょ。西武ロッテがね、上がってきてます。西武どうなん、西武知ってんの。西武は知ってます。今年は西武いた、西武にいました、元、はい、西武デパートで働いてましたそういうわけではないで、そうでしょ、なんで嘘つくちょっとボケた方がいいのかなっていう西武いたって言われたんで、ボケた方がいいの。厳しいか今日それは違うよ、いつものサッセンとまだ違う厳しいな、このチャンネルだったら厳しいですね、今日。今日ちょっと俺もそれ感じてるもん、ね、いつもの空気感は違うなっていう、あ、アウェイ感出てますよね、なんか。なんか全然ウェルカム感全然ない、全然ないっすね。アウェイ感とかって言ってホームじゃないや。いや、一応ロッテの OB 後輩ですよ、佐々木さんの。一応、うん、一瞬いたね、一瞬いました、うん。僕はね、ロッカー隣だったからね、佐々木さんと。知ってます、うん、覚えてます、一人佐々木チャンネル聞いてますから、あの当時から一人でくっちゃべってんすよ、ずっと話聞かされて、これもう聞かされてーかね、ずっと喋ってる、もううるせえぞ、そんな一人佐々木チャンネル本当やってましたから、ね、じゃあもう今から俺黙っとくから、すいません、間違えました、ガチャ引きます、ね、ガチャ引くから、ガチャ引くから許してください。セーブのいいところ言ってよ、セーブ担当でしょ。佐々木さんの意見聞きたいです。いや、俺はもう後から。ちょ、なんで怒るんですか、そうなって。すいません、本当知らないの。いや、知ってますけど、あの投手陣がめちゃくちゃ改善されました。防御率が上がってます、下がってます。それはなんで、なんでやっぱり、あの後ろがもうまとま、先発も揃ってきたんですけど、後ろもまとまってきてます。だからなんで良くなったの。で、増田が、やっぱ増田が帰ってきたのでかいです、まず。で、平良が8回、
増田が9回、これが2人がガツンとハマったのは、じゃあ7回は7回は水上がいいです、はい、あと他にも本田とかも、うん、本田、某高橋、水上、うん、はい、左の佐々木もいいですね、うん、はい、うん、なんで良くなったの、そんな急に、ずっと悪かったの、もう西口さんと豊田さんが怒りました、なんでいい加減俺たちが投げるぞと、お前たちやんねえなら俺がマウンド上がるぞっていうふうに、うん、かつて言ったんだと思います、事実それ、ラジオやめてよ、全国流れてるから、嘘です。ぐらい勝つ、どうなん、いやまあ、薄々途中からも嘘と分かったけど、さっき嘘しかついてないな。それ怒られるわ、さっさんと。すみません。ピッチャー、先発も揃ってるんです。与座がいいです、与座。で、なんで与座良くなったの、与座が良くなった。なんで良くなったか、うん。やっぱサブマリンじゃないですか、投げ方をサブマリンにして。ずっと一緒だよ。一緒だよ。ずっと一緒だよ。ちょっと投げ位置下げたんじゃないですか、もうさらにサブマリン。さらにサブマリン。いやいや、一緒。一緒ですか。ちょ厳しくないですか。だって聞かなきゃいけないじゃん、まあまあね、なんでいいかっていうみんなで与座、いやそんなんだってピッチャー良くなったとか、みんなでみんなで与座がいいねって話して、今いいじゃないですか、同じ流れじゃん、なんで良くなったのか知りたいじゃん、うん、だってさっき今宮なんで良くなったのって言ったらホームラン捨てたって、うん、はい、おお、そうなんや、だからもうなぜこの防御率とか書いてるやつ見たら、はい、分かることはもういいねって、うん、与座が良くなった理由ですか、うん、分かんないですすがすがしい気持ちいい、分かんないです、分かんない、気持ちいいわ、数字が出てんだからいいんだもん数字がなんか数字がいいんで、そうなんや、与座が去年から今年良くなった理由は、はい、お願いします、もう明らかにストレートの力強さが増したよ、しっかりスピン効いて抑え効いて、それによって変化球との緩急がついてバッターのタイミングを外したつもりだった、やっぱ去年まではまっすぐ遅かった、うん、それが多分今年の中でストレートに力がついたことが一番のここまで高騰してる理由だね、あれ与座が良くなった理由はストレートが今年すごくいいんだよストレートだいぶ押せるようになってきたんで、その分変化球効いてるかなっていう感じです、今の前やったら編集できへんちょっと置いた方がいい入りすぎよ、編集してほしい、当てちゃった、難しいね、今の前でなかなか編集難しいですね、今切れない、もうちょっと置いてからの方が切れないですか、うん、はい、今間がないよ、間がない、間がない、バッティングと一緒ですね、間がないとダメですね、与座はいいですよ、他はエンス松本、まあ、高橋コーナーはいいですよ、もちろん、うん、エンスなんでいい、左投げだからですお前、エースは、左投げですよね、そう、左投げでそんなの、そんなんよ、そんなの今までも左いっぱいいたやん、いや、エースの左は違うんですちょっと、出てるんです、どう、何が、バックスクリーンからちょっと手が長いんで出所が見づらいです出てないよ、そんな暑いです、ベルナドも暑いんで、うん、暑いからなんだ、汗が目に入って、打ちにくいっす別にだってベルナドーム以外でも抑えてるやん、エースが何でいいか教えてくださいエースが何でいいか教えてくださいでもエースは右バッターに対してエースすらも知ってるんですか、基本やろ基本エースはタイミングに対する被打率が1割前後ぐらいでめちゃくちゃ抑えてんねん、それなんでかっていうとインコースにストレートしっかり投げてチェンジアップがめっちゃ効いてんねんな、それによって幅を利かせてピッチングできることが一番抑えてるんだけど、対左がめちゃくちゃ打たれてる、3割ちょいぐらい、それなんでかっていうと、さっきの話してないけど、インコース 100% 攻めないから、逆球前から、うん、で、チェンジアップ投げないから、外のまっすぐスライダー系、カーブ系しか投げないから、全部踏み込まれて打たれてるから、左、楽天はエンス打ち崩すために左並べたで、それで攻略したから、で逆に日本ハムは右並べて、うん、完璧に抑えられてる。うん、そういったところの、まあ、今後打線によって変わるかも分かんないけど、そういうところの良さはあるね、エンスは左が課題なんですよ、左に打たれることが多いんで、楽天なんか並べて攻略されてるんで、これから左を課題でインコース投げるのが、はい、今ぐらいでなんとかできるでも俺が喋ったのの半分ぐらいだあまりこ、じゃあ、ま、松本なんでいい、まあ、名前もいいっすよね、松本っていう名前が松本ってなんか勝ちそうじゃないですか、松本、そうなの、松本で、右投げですしてるよ、右投げです、うん、はい、で、風貌があんまり、あんまりいいピッチングしなさそうな雰囲気あるじゃないですか、あるじゃないですか、聞くのないですけど
そう、全然そうな感じだね。バッターが油断するタイプなんですよ。あの雰囲気がポワンとしてるんで、はい、ポワンとしてるので相手を緩めてビシッと抑える。でいいんですか、教えてください、お願いします。松本は基本的に松本知ってるんですか。知らないでしょ。知ってるわ。日ハムの松本じゃないですかね。西武の松本ですよ。そうだって、もう日本の松本バッターやないか。バッターですけど。いや、松本は去年までは自滅タイプで、まあ、フォアボールでランナー出してストライク取りに行って置きに行ったやつを打たれるっていうところが、まあ、なかなか勝ったり負けたりのこの波が激しかったんだけど、はい、今年はフォアボールの数がやっぱり少なくなったんだよね、うんうん、でそういったところでストライク先行で勝負できる中で、もともとはいい球あるのにもかかわらず自滅型だったのが、ストライク先行で勝負できてフォアボールが減ることによって自分のピッチングがさらにできて、6回ぐらいからパチッと後ろに変わるから、うん、まあ、結果がつながってきてるのかな。来てると、これ里崎チャンネル流行るわ。すごいわ。すごい。担当平が8回にやっぱ入ったのが、平でかいっすよ。平がいるって、やっぱ7回までリードしとけばもう西武今勝てる感じになってるんで、平です。平何回でも言いたい。平ですやっぱり。それでも去年からやずっといいやん、平は。ずっと、そこの買ってくださいよ、そこ。そこいいじゃないですか。でそこは今9回だったんですね、去年はね、平ね、増田東の。で来た分やっぱ負担もちょっと軽くなってるだろうし、8回ちょうど気持ちよく投げれてる。8回結構難しいね。難しいんですよ、何とも何で分かんないです。結構難しいぞ。平すごいですよね。いや、平もちろんそれすごいよ。ピッチャーから見てどこですか、あれすごいのは。聞こう。いや、まず、まっすぐやっぱ150中盤ぐらいでしょ。で、あのスライダーですかね、うんうんうん、スライダーでこう横の変化もこうスピードあるやんか、うん、で、しかもあの8回のあのイニングでやっぱスピードあるボールで攻められたら、はい、結構そのゾーンでも勝負できるからさ、うんうん、自滅っていうほど自滅の俺はイメージないけど、うんうん、やっぱあの試合終盤でどんどんゾーンで勝負されるって嫌じゃない。いや、もうガンガン来ますよね。だから球児型だよね、うん、あ、そうタイプで言うとね。だからそれは結構あのできそうでできひん、やっぱこう、うん、そんなに細かいコントロールあるわけではないから。でもそれ自分で分かってるから、そのゾーンの中で勝負できる、勝負できるっていうのはやっぱ強みよね、あのスピードボールが。あんなクイックであんな速い球投げれるんですか。いや、そうだから、その朝尾型だよ、朝尾型、朝尾型、クイックでも速いからね。で、球児と朝尾がくっついた感じですか、うん、それです、それでいきましょう、平良は、うん、それです。しかも石垣島にいたからね。俺いつも言ってんのよ、なんでロッテを探せれなかったんや。そうやん、石垣にいて。ロッテ何やってたんですか。分かれへん、観光してたんちゃう。一番近くにいましたよね、おお、ね、なんで探されへんかったんやっていう。本当っすよね、確かに。石垣島にいたんだよ。絶対キャンプ見に来てますよね、タイラ。見に来てるっていうか、いや、あなたたち見に行ってないんかっていうな。スカウト陣ね。行きましょう、本当に、はい。で、ここはあとはもう、これはもう間違いなく山川ですね。本塁打25本今年すごいね。しかも実は1ヶ月休んでるんですよね、佐々木さんね、うん、なのに25本ってすごくないですか。何が今年やっぱ変わったの。なんで打ち出したか。それを山川は聞いてくださいよ。お前、それ言い出したらもう何のかも終わりやろ。そんな山川バッティングのこと分かんないですよ、これは。でも若干ポイントじゃないですか。ポイント前目にしたのかな、ちょっとね。そうだ、前目にして結構気持ちいいところで振ってる感じはしません。しません。なんであんなホームランになったんですかね、25号急に。いや、まあ俺の想像だけど、まあ、去年は多分自分からめっちゃ打ちに行ってたからね、強いスイングしたりとかも自分でも打たなきゃみたいな、自分から打ちに行ってたけど、うん、なんか今年はなんかいらっしゃいみたいな、もう自分のとこまで呼び込んでしっかり振るっていう、だからコンパクトなのね。うん、去年より半分ぐらいの力で振ってるように見える。だから去年多分打ちに行ってたから力強く振って、まあ、去年もそれでも20本以上打ってるからね、すごいんだけど、いつもいつもね、今年ね、若干ちょっと下がってきたけどね、うん、最近はね。でもまあこのままいったら40本は硬いね。でしかもね、西武でいうと最近森が打ち出してきてるから、そう、山川が、ね、打てなくても森が打ったりとか、うん、で山川打ったりとかっていう打線の厚みを増しているって。オグレディ、ジャンセンが7、8ぐらいいるからね。そうです、うん、ボカチカ思い出したよ。
ボカチカおったな。9番ボカチカ、8番細川、ホームラン20何本、細川とボカチカで8番9番なのに合わせたらホームラン3、40本打ってますよね、8番細川、打率は2割ちょぼちょぼだけどバスターダフォンでね、細川ねでも山川でかいね。やっぱ得点も山川で打って勝ってるんで、周りを固める選手がもうちょいね頑張ってもらえると、でもピッチャーも頑張ってるから、でも今からだと西武が一番上がってくるかもわかんない、それ今源田も帰ってきて森も状態上がってきたんで、整いましたって。秋山帰ってきたら無敵だったのにな。それなんですけど、それもちょっと悲しくないですか。外野陣が課題なんですよ。なんで秋山帰ってこなかったの西武。前剣じゃないですか、前剣の差し金じゃないですか、やっぱり前剣仲いいじゃないですか。そうそうなんや。前剣多分 2,3 年後に俺も広島帰るから一緒にやろうぜ的なのがあったんじゃねえかみたいなのもあるんですけど、ね、え、違います。いや違う、俺聞いてる、聞いてる。いや、そういうのもやっぱ前剣の誘いもあったりとか、あとチャレンジしたかったんじゃないですか、違う環境で。西武に戻ればやっぱりやりやすい環境だし、結果が出るの分かってるけど、一回アメリカにチャレンジ行って環境にうまく対応できなかった悔しさもあるんじゃないかなみたいな、なので環境をまた新たに変えて自分の高みをまた自分をレベルアップさせたいってところで、ライバル球団ソフトバンクに行くのはまあまあまあやっぱり義理に反してるかなっていうところで、セ・リーグの広島を選んだのかな。これいいじゃない、どうぞどうもう入ってけへんねん何にも残ってない全然何もない、ジュージー何にも残ってない、情報がで、山川、平、与座、この辺はおすすめ。なるほど。そう、後半も松本は、いや、森は、いや、栗山とかに、そこら辺はどう、どうだ。で、それもちろんいいですよ、もちろんいいです、はい、どういうこと。でも松田がいいとか言ってたよ。マスダもいいですよ。マスダもいいです。ダメな選手はいないです。プロなんだ。じゃあ鈴木翔平は誰ですかそれ。鈴木翔平って誰ですか。鈴木健健さん。鈴木健は知ってますけど。怒られるでよ。もう立ち入り禁止やろ。もう所沢時代に立ち入り禁止やろ。鈴木健も知ってますよ。鈴木オリックスや。オリックス。何ですかこれ、次行きましょう。いや、何ですかって、それがあかんやろ。今日、ちょっと攻めすぎじゃないですか。え、今日っていい。いや、もうちょっと行きましょう。もうちょっと、みんな仲良くやりましょうよ。お互い助け、サブザキチャンネル来てんだからさ、ダメですよ、サブザキさん。いや、ちょっとなんか、ちらほらちょっとおかしなことが起きるからね。だから、見てないんだよ、今日は。すいません。見てないんだよ。誰見てんのじゃん、佐々木チャンネルで。佐々木チャンネルでじゃあ分かるよ。で、情報を得て僕大体解説してるんで解説行く前日は佐々木チャンネル見てから行ってますけど野球は見てないです。全部情報から全部ここです。自分の言葉に変えてエンスも全部使いますよ、今日もらったやつ。俺それずっと今まで言ってきてるけど伝わりきれてへんな。じゃあ、ああ、今まで、あ、佐々木チャンネルですか。ああ、はい。見落としました。すみません。もうなんか作業しながら見とんな、お前。仕事しながらこれ片目見て。そうです。さあ続いてロッテです。ロッテ。さあ来た。ロッテ。落ちたけど交流戦から上がってきたね。正直もうこれからは日本ハムに負けたところが落ちていくと。そこに落とせない星を。それ言ってましたね。うん。で今もしっかり勝ってるし、でもピッチ打てば勝つからね。まあそうだね。ピッチャーはもうそこそこ駒揃ってるから。まあでも今年の一番のもうメガヒットは佐々木朗希じゃね、完全中メガ中のメガですね。まあそこはね、でももうちょっと最近お疲れ気味、疲れ気味、豆も破れてちょっと中、結構開けてきてるから、ね、豆、ね、豆できたことあるの。もう全然もう血豆なんてもしょっちゅうできます、ね。まずはできないでしょ。できるビファミしかしないじゃん。もうしないだろ。俺もカメラ回った。俺一瞬で今カメラ意識できた。自分が大人になった。顔変わりましたね、一瞬。ゆっくわって言ったけど、ここの視界が俺ちゃんと意識できた。危ない。顔変わりましたね、一瞬で。でも割れた。まあ、下げたら投げれないでしょ。僕は全然投げれます。下げても痛いですよ、痛いけど別にそん
うん、一瞬でしょ、ジュンってその一瞬でいたって感じで、うん、それが120-130キロ続くだけでしょ、130回そんなぐらいない、血出てじゃん、フォークはもし先出たらフォーク痛いの、いや痛くない、まっすぐだけ、まっすぐだけです、こうかかる、うん、おー佐々木朗希ね、まあまあ佐々木朗希、まあ、あの松川どうなんですか、キャッチャー、同じキャッチャー、いや俺聞きたいなあ、すげえ聞きたい、どう見えんの、いや松川はもう簡単だから評価は、なんすか、名捕手と言われるためには打つか勝つか違いついてる、どっちもできてないから名捕手になれない、今のままだったら、いやだって過去を見てみて、名捕手って言われる人は打つか勝つか最低でもどっちかもしくは両方してるから、古田さんね、谷繁さん、野茂さん、田淵さんで城島、新之助、矢野さん、あと森さん、あの V9 の時の森さん、巨人の、うん、伊藤さんとか、これ佐々木さん入るか入らないかの論争ちょっと時間かかりそうですけど、どうします、やります、いや俺は別にいいのよ、入れなくていいですね、うん、でもなんかいろんな人がやってる投票を見てるとベスト10には必ず入ってるんだよね、なぜか、あキャッチャーの、うんうん、でもやっぱそうやってやっぱどっちも勝つか打つか、うん、だから俺いつも言ってるんだけど、相川はもっと評価されてもいいと俺は思ってる、個人的に、わかる、あの横浜ヤクルト巨人相川は、はいはい、でもあいつは勝ってもないし打ってもないですね、3割1回打ったんだけど、うん、そこまで目立ってないんだ、うん、だから多分このままいったら忘れられる、知ってる人だけに、で島は名捕手入ります、候補には入る、優勝候補には入ると思うよ、打つも打ちますもんね、そこそこで3割、うん、足りないか、うん、であとはその下位だって、あの広島の日本シリーズで6回刺して一気に知名度上がって日本一になってゴワーってなったじゃん、うんうん、やっぱ打つか勝つかをどっちかしないと何あ取れるもん何も取れないのよ、うん、ベストナインとかゴールデングラブとか、でも松川の期待早くないですか、これからの期待を込めてってことですか、勝つ か,、ま、勝つか打つかしなきゃダメだぞっていうメッセージですか、まあ、1年目ですよ、だってあれすごくないですか、そこなのよ、そこみんな枕言葉に1年目18歳なのにって言うのよ、うん、それ取れた時に俺は本当の評価やと思う、うん、深いですね、俺も思うよ、1年目でここまでできるんだとかね、18歳なのにここまでちゃんとできるんだって、うん、正直思うけど、じゃあもしあれが今がもし10年目だったら評価されますかっていう、されないですね、だからまだそのね、すごいよ、すごいけども、うん、まだ正当な評価じゃないと思う、うんうん、ちょっと1年目っていうね、ちょっとフィルターがかかってるから、でも今こうやってみんなに知名度あって、うん、オールスターでもファン投票で選ばれて、うん、こうやって注目を集めてるんだから、今のうちにしっかり結果残してバーンっていったらゴーンいくんだ、うんうん、だからまあ勝負だね、うん、まあ、ジョーも高卒1年目からそんなに打ってないから、 そうですよね、それをちょっとずつやって打っていきだから、うん、まあ、ここからどこまで打てるようになるかが勝負やと思う、まあ、打てなかったらもうキャッチャー打てなかったら試合出れないんだから、でも井口さんも城島さんが育ってる環境を見てるわけじゃないですか、多分ダイエーホークスの時から王さんがこう育てた感じとか、うんうん、工藤さんとか、うん、まあ、それ見てるから松川は育てていこうみたいな感じは出てますよね、井口さんも、でも打つのって育てれないやん、細川も永遠に打たなかったですからねでも細川でも2割ちょろちょろでもホームラン20発前後打つじゃん、そうですね、はい、松川は多分今のバッティングだったらホームラン10本打たないよ、ほぼほぼ右打ちだから、バッティング良くなるんですか、じゃあ良くなるのかな、だからでも本人次第やと思うよ、うん、結局はで教えれんくない、バッティングって形は教えれるよ、いや教えられないです、形は教えれるけど、だピッチャーも形は教えれるけど、うん、どこで放つか教えれんくない、まあまあそこはですね、最後のこの押し込みとか、うん、この 変化の感覚ってとか、この間を作ってからのとか、うん、教えれないじゃん、うん、タイミングはバッターでも多分止まってる球をちゃんと打つのはめっちゃ教えれると思う、うん、完璧に、うん、あとマシンぐらいだったら、うん、でも、ま、振れって言えないじゃん、でどこで今みたいな、ね、そうそう、なんか野球教室行っててもいつテイクバックするんですかみたいな、いやそれは人それぞれでしょみたいな今とか言わないですもんね引いてだから足上がった時に低い人もいればね、もう動き出したすぐに低い人もいれば、うん、もうちょっと低いの人もいるし、振り出すのも離れた瞬間に前行く人もいれば、うんうん、ピッチャーと同じようにピッチャーが終わったらこっちも終わっていく人もいるし、それはもう自分のあれだから教えれないけど、それが逆に言うとそれだけできてたら打てるもん、タイミングさえあればね、うん、教えれないんだよね、
結局最後は。じゃあ自分の努力でバッティング良くなりますかね、松川も。何か掴めば。掴め、だって結局さ、打てるようになった時さ、掴むのタイミングだけや。そこです。そうです。もうタイミング、形とかじゃないの、うん、タイミングだけ掴むの、あ、これかみたいなのありますよね、うん、そしたら、それまでと景色が変わって全部がそれまでに比べるとゆっくり見えるからですよ。まっすぐの変化球も160キロもあタイミング合ってるとゆっくり見えるんですよね。ゆっくり見える、だから140キロでも合ってなかったらめっちゃ速く見える感じ。そうそうそう、あります。そうなんですね、うん、でそれが打てるようになるのは全部がもう気づいたら間に入るから全部がそれなりのゆっくりに見えるの。で、打ちに行ってタイミング合わせれるようになったりとか、まっすぐ狙ってても変化球をって止まったりとかできるんだけど、うん、見えてない時止まんないから行ったままみたいな、うん、でもそれなんかもうふとした時に気づくね。そうですね。で、分かんないんだよね、どうやって教えていいか。それだから松川もいい形で来てるから今こっから。でも佐藤俊也が今めっちゃいいの。ああ、そうね。盗塁阻止率も4割超えてるし、ね、今年すごい良くなってて、ね、で打つのはまだそんな全然、ここからどこまで打てるかが勝負だけど、うん、いい形でできてきてるから、まあ、ホームランも出てますもんね。ここでだからいい感じでね、相乗効果になっていけばいいけどね。確かに佐藤そうやな、4番と4番打ったりとかね、ファーストの DH とファーストね、うん、でも佐藤の4番怖くないよ、2割ちょいだから、うん、でもまあ、ね、5、6本、5、6本そうですもんね。でもロッテではまあ佐々木朗希、松川、あと高部だね。高部今年やっと2軍の帝王を卒業して、今まではもう2軍ではもう3割強打ちまくるけど1軍来た全く打てないみたいな。でも今年は荻野はね、怪我で離脱してスタート遅れて高部が入って、うん、最初なかなか打てなかったけど打ち出したらいい感じ ね、 ね、で足もあるし盗塁1位ですよね、今ね。そうそうそう、これはもうあの高部は今年で、でももうちょっと打ってほしいんだよね。2割5分ぐらいですか、ね、あの反対方向ばっかり打つからバレてきちゃってこっちばっかり攻められてるんで、引っ張らないからね、ほぼほぼ。でもあのセンターから反対方向打つのはめっちゃうまいから。低めだと上手くないですか、低め打つの。そう、拾うの、どっちかっていうとローボールでいった。いや、こっち引っ張り込めないから、それができるようになればあのいい感じになってくるし、やっぱ荻野は帰ってきたらね、いい形。あとやっぱりリリーフ、東條安定しますよ ね、 ね。しかも対左の方が被打率低いの。なんでな、進化今年。東條は去年までっていうのはもう何かあったスライダーみたいな、今年はとにかくまっすぐがいいの、うん、結構まっすぐ半分ぐらい投げるの。しかも両コースにしっかり、でそれによって推進力ができて変化球の曲がりが遅くなってんだよね、去年より。だからまっすぐ行って曲がるから、うんうん、左バッターがめっちゃ食い込んできてて、それで対応、そう、対応されなくて、でシンカーもいい形で投げれてるから、そういった意味ではこのまっすぐの推進力、うん、すごいよ。プロスピでもし東條だったらもう今ロッテファンが一番待望してる。使いますね、スライダーカットで。あって、あれ今落ちたか、落ちたね、落ちたね。違うよっていう意味か、違うよそれが当たってるから落ちたのか分かんない。いや、東條確かにリアタイ使えそうですよね。めちゃくちゃめちゃくちゃそうですよね。あと西野がね、やっと仕事明けから復活してきて、まあね、今リリーフのところできてるけど、まあ、西の待望論もかなり強いんで。西のフォーク、フォークスライダー、あとゲレーロね、何気に最初どなんやこいつ、ストライク入れないかと思ったけども、ストライク取れてるから、そんなまっすぐ速いし、うん、結構安定してきたね、後ろがいい、ね、ピッチャー陣本当にいいの。石川も良かったけどちょっと、ね、怪我して離脱してるけども、うん、増田の疲れがねちょっと心配ですか。でもまあ2連投でやってますからね、うん、まだだからそういった意味ではまあ高い金もらってんだから頑張って当たり前だろそんなもんは休んでる場合ちゃうのよ、そんな金払ってんだから。そうそうそう、ね、でも俺はでもマーティン・レアとかパッとしないから、そこですよね。いや、そうなんですよ、ここなのよ一番は。ここが打ち出さないとあのやっぱこう波あるのよ、出てくるのよ。中村も今年ちょっとピリッとしないしで、うん、中村どんな中村ですか中村何ですか。ああ、3番、ああ、セカンド中村ね。びっくりした。誰がいる、ほかロッテ、誰が浮かぶよ、まず。ピッチャーの中村じゃないよ。びっくりした。中村、はい。すいません、すいません。今までソフトバンクで言うと、中村だったら、多分中村晃知らんのと一緒で、うん、レベルで言うと。わかる、わかります、左の、こうやつ。三森、三森知ってんの。三森が、こうやつでしたね。じゃあ、あ、野村はノブさん何回のノブさん知ってますか。ういして野村、野村勇知らない。野村勇、野村勇って知らないです。野村ってあれでしょ、日本の野村でしょ。ん、日山の野村ジェームス、あの野村もいるけど、それもいるけど売り出し中よ、今年新人の、これ足速い選手、しかもパンチ力もあんの。マサキでしょ、んマサキ、まあ、まあまあまあ同期入団ね、柳町もいいですよね。
まあ、まさきの先輩ね、はい、でも、はい、やってるの野村野村知らないっすちょっと知らない、野村情報聞けないっす、はい、情報入ってる、渡辺陸は渡辺陸、うん、それ何すか、あれ芸能人さん情報入ってない、入ってないっす、まあ、ということでよっしゃ、あれっす、いやよかった今日すっごい楽しかった楽しかった、ね、なんとですね、今ね、今回皆さん忘れてますけども、あのプロスピエースとコラボなのよ、はい、そうでしたね、この企画、はい、ね、で今 GG とカズミと俺が出した選手の名前をの中から2名登場します、はい、おー結構いい、西武、ソフトバンク、ロッテで2名、結構いい名前出しましたよね、結構出したで、だからあれでしょ、あの渡辺陸と野村勇で決定ですね、決定です決定ですなんで決定決定か分からへん、でも出ても多分いい働きするね、うん、だからまあロッテで言うと、まあ、佐々木朗希、松川、高部、西野、うん、東條それ欲しいやつじゃないですか、佐々木さんが西野と東條はセレクションだから、セレクションだから、うん、だから西武だったらね、まあ、ピッチャーだったら松本で高橋コーナーがいいんでしょ、で与座で山川松田、うん、鈴木翔平、愛斗、川越、岸出てきてなかったよね、出てきてないか、誰かしら2名が来るんですよね、うん、はい、でソフトバンクだったら今宮、又吉、又吉渡辺陸も出たね、うん、ね、沼りさめてた、まあ、会も出たしね、会も出たね、話ね、あと大関ね、大関いいですね、まあ、ピッチャーでもリアタイちょっとダメかもね、大関はなんでストレートしかない系だから、ま、曲がるスライダー、俺お前大関絶対出る、いつか出るし、今年いい成績残してるから、俺あの学生選手のやつ大関ばっかりにあの自チームにして、俺大関今めっちゃ育ててですか、そういずれ大関出ると思って、でリアタイとなんか実際ちょっと違うとこあるじゃないですか、知ってる、いや知ってます知ってます、うん、はい、リアタイ向きな選手ってなんかいる気が してるんですよね、誰だった、東條とか西野とかですか、そうだ俺が言ったって言ってた、ほかって西武でリアタイ向き、僕は好きなのはあの竹熊が好きです、あのこのスローカーブみたいな竹熊はすごい使ってます、そうな、あでも屋台向きじゃ好きなだけかもしれないですね、まあ、ただ今度やりましょうよ、今度まずガチでレベル早いよ、え俺どういうこと、まだ早いだって、うん、でトッププレイヤーだって言われてますから、ビープさんに、そうな、はい、でクレイさんも味方についてますし、うん、絶対大丈夫です、じゃあやる、まあ、お願いします、勝負で、はい、いいよお願いしますさあさあというわけでね、だから今出た選手の中から2名がね、うん、プロス選手出ますし、あとはですね、藤川球児、川上健信さん、うん、古田敦也さんら、プロ野球 OB チャンネルでも各球団の選手発表実施中ですので、ぜひそちらもね合わせて見ていくと、ひょっとしたら今回はこの選手が選ばれるんじゃないか、セレクションで、うん、っていうのが分かるんでね、スピリッツも4100に上がりますし、そういった意味ではね、引かざるを得ないんでね、うん、はい、ということで今回この3人でお送りしましたけども、皆さんね、ファンチャンネルもぜひ見ていただいてですね、ぜひ、自分の好きなね、選手を獲得してください、ということで本日はありがとうございました、ありがとうございました。